総社市とかではありません。ここは、福井県の越前市の総社です。総社っていうのは、その国の神様を全部祀ったものらしいですね。ここはコミュニティバスみたいな存在です。ちょっと見にくいですよね、これ。道路に行ってないと時刻表も 見ないっていう。1日4本あります。越前竹生駅では現在ございません。これは新幹線駅と勘違いしてしまう。今は竹伏新駅です。ここに越前国府があったと言われていて、まさに府中だったわけです。大臣神社じゃないのか。東条大神宮、ここら辺一帯が、ここら辺一帯が国府だったんじゃないって言われてるエリアですね。紫式部怒りの地、ちなみにこれは、サドルバスです。現在期間限定運行中のサドルバスです。総社大神宮、長に石碑もあります。最後のバス停もありました。気づけてよかったです。こちらも4本、あ、こっちも直ってはあ直ってる、こっちは直ってるのに、あっちは直ってないとか、そういうのあるんだ。あそこは張り忘れたのかな。祝福無料です。今一番暑い街かもしれませんね、北陸で。うん、マジで気づかなかった。